進撃の巨人ブレイブオーダー始めていきます。現在なんですけど、編成はこんな感じですね。総戦力は 54,519 と。で、行くぞみんな、気を抜くな。で、ストーリーなんですけど、現在第2章の第3話からですね。で、今日も第3話をすべてちょっと終わらせていきたいなというところで始めていきます。おいちゃん、どうすんだよ。どうもこうもねえよ。やっと撤退命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。そんで死ぬんだろうな、全員。あの腰抜けどものせいで。補給班の連中か。あいつらどうしたんだよ。全滅したのか。戦意喪失したんだと気持ちはわかるけどよ。俺たちへの補給任務を放棄して本部に籠城はねえだろう。案の定、巨人が群がってガスを補給しに行けねえ。だったら一か八か、そこに群がる巨人をやるしかねえだろう。ガスがないのはきついよね。逃げ続けても残り少ないガスを使い果たすだけだ。使えないってことでしょ。機動力を失えば本当に終わりだぞ。まあまあ、機動力があるうちに叩くと。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。ああ、指揮問題ね。指揮が取れたところで俺らじゃ巨人をどうにもできねえ。おそらくガス補給室には 3,4 メートル級がわんさか入ってるぜ。なるほど、そんな中でも作業は不可能だ。何メートル級とかそういう分け方してるんだ。ライナー、どうする。まだだ。やるなら集まってからだ。アルミン、アルミン、アルミンがもう絶望の不死にいますやん。合わせる顔がどこにあるって言うんだ。僕なんか無駄に生き延びただけだ。こんなことならあの時一緒に死んどくんだと。アルミ、怪我はない？エレンはどこ？アルミ？その質問は厳しいな。僕たち、クレーゲ34班、トーマス・マグナ、ラクティアス、ミリウス・ゼルムスキー、ミラカロライナ、エレン・イエーガー。非常5名は自分の使命を全うし、壮絶な戦死を遂げました。ごめん、ミカさん。エレンは僕の身代わりに。僕は何もできなかった。すまない。アルミ、落ち着いて。今は感傷的になっている場合じゃない。さあ立って。マルコ、本部に群がる巨人を排除すればガスの補給ができて、みんなは壁を登れる。違わない？ああ、そうだけど。でもいくらお前がいてもあれだけの数はできる。私は
強い。あなたたちより強い。すごく強い。ので、私はあそこの巨人どもを蹴散らすことができる。例えば一人でも。あなたたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。とても残念だ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あの数の巨人を一人で相手にする気か？そんなことできるわけが。できなければ死ぬだけ。でも勝てば生きる。戦わなければ勝てない。おい、残念なのはお前の言語力だ。あれで葉っぱかけたつもりでやがる。てめえのせいだぞエレン。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせると学んだか。お前ら本当に腰抜けになっちまうぞ。あいつら、畜生、やってやるよ。まあまあここで行かなきゃしゃあないもんね。逃がすな。確実に仕留めろ。急げ、味方に続け。とにかく短期決戦だ。俺が来たって黙りやがれ。時間はかけれない感じですよ。こここっちはどう。仕留める。お願い。しかしすげえな、味方は。どうやったらあんなに早く動けるんだ。動くんじゃねえ。肉をきれいにそげねえだろうよ。行け、グズ野郎。いや、カスを吹かしすぎだ。あれじゃすぐになくなる。いくら腕があっても機動力がなくちゃ僕らは無力だ。戦いはこれからだ。お前ら気を抜くなよ。逃がすなよ。確実に仕留めろ。どん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 行きましょう。お前の判断を信じる。バリアが。あとは私に任せて仕留める。捕らえた。任せる。まだこの辺りならサクサクいけてる感じですね。みんなは私が守る。お願い。俺が叩く。邪魔な。仕留める。終わらせてやる。やったお前ら剣を抜け。こっちはどう？仕留める。捕らえた。任せる。じゃあ、お前はみんなを先導しろ。俺がアルミンにつく。いや、俺も。動くんじゃねえ。何言ってんだ。巨人はまだいるんだぞ。お前の腕が必要だろうが。お前の腕が必要だろうかって言われてますね。とりあえず生き延びましたね。
ただまたこれだ。また家族を失った。またこの痛みを思い出して、またここから始めなければいけないのか。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。え？なんで？諦めたはずなのに。なぜ立ち上がる？なぜあがく？何のために生きる意味なんてもうどこにもないのに。何が私を。戦え！戦え！戦え！エレン、戦え！戦うんだよ！戦え！戦え！ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。二度と諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。だから何としてでも勝つ。何としてでも生きる。うわー！お前ら、剣を抜け。よし、サクサク行きましょう。仕留める。行きます。行きます。勝ってこい。はい、やがれ。こっちはどうだ。仕留める。捕らえた。お願い。ミカサが見せつけてくれるよね。仕留める。みんなを仕留める。逃がすなよ。確実に仕留めろ。敵の戦力が結構上がってきた感じかな。お前の判断を信じたまりやがれ。こっちはどう。仕留める。捕らえた。捕らえた。お願い。かかってこいって言われてます。肉を切れる。仕留めねえだ。仕留める。みんなは私が守る。ミカサ頼もしいね。お前の判断を信じて舞い上がれ。私が行きます。かかってこい。アホー。行きます。遠いですよ。アイス。仕留める。お前の判断を信じて。私が行きます。かかってこい。こっちはどう。仕留める。この世界は残酷だけど、とても美しい。お前ら、剣を抜け。無事ですか？仕留める。アイスペース！かかってこい！かかってこい！舞い上がれ！
私に任せて仕留める。捕らえた。お願い。私が行きます。かかってこい。仕留める。かかってこい。動くんじゃねえ。もう兵力を切れ。こっちはどう。仕留める。みんなを私が守る。俺が行きます。行け。戦力結構アイテム上がってきてるけど、あーボスですか。シャシャ活躍してよ。シャシャアーティー入れてんねんか。あでもなんだかんだリヴァイが持ってくよね。お前の判断を信じ、動くんじゃねえ。肉をきれいにそげねえぞ。仕留める。みんなをこれでも食らえ。捕らえた。俺が勝て。私が行きます。仕留める。させないよ。待ってこい。決めるか。あーサシャナイス決めましたね。最後おいしいとこ持ってくな。生き延びましたね。生き延びましたよ。おっとここで救世主が出てきたか。一体何が。5メートル級が2体だ。いや、あの巨人は。とにかく移動するぞ。あいつがこっちに来る前に。いや、僕たちに無反応だ。とっくに襲ってきてもおかしくないのに。格闘術の概念があるようにも感じた。あれは一体。気功手って言うしかねえだろ。わかんねえことの方が多いんだからよ。とにかく本部へ急ぐぞ。待ってくれ、ミカサのガスが空っぽなんだ。はっ、おいマジかよ。どうすんだ、お前がいなくて。やることは決まってる。僕のもあまり入ってないけど、急いでこれと交換するんだ。アルミ、こうする以外にない。僕が持っていても意味がないんだ。でも今度は大事に使ってくれよ。みんなを助けるために。私はみんなの命を背負う覚悟もないまま先導した。その責任も感じないうちに一旦は命さえ放棄した。それも自分の都合で。私はただこれだけはここに置いていってくれ。やっぱり生きたまま食われることだけは避けたいんだ。あ、そんな。
アルミン、ここに置いていったりはしない。あの時ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。体現してるんじゃないですか。周回クエストが解放されました。この世から巨人を駆逐してやる。なるほど、また後で見ます。俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これで予定通りですね。はい、戦わなければ勝てない。はい、戦わなければ勝てない、その通り。じゃあまあ今日はこの辺で終わりましょうかね。それではまた。